んな生き物が本当にいるの？アイス食べてもジュース飲んでもちっとも涼しくならないんだぜ。こんな日に限ってエアコンの調子が悪くなっちゃうなんてね。せっかくのお泊まり会なのにごめんね。それは別に気にしなくていいんだぜ。それよりなんか涼しくなる方法ないのか？あ、そうだ、それなら怖い話をして涼むのはどうかな。怖い話？一人でトイレに行けなくなっちゃうよ。じゃあお化けが出てこない怖い話はどうかな。お化けが出てこない、そんなのあるのか？僕が作った怪談ノートなんだけど、お化けの代わりにヤバい見た目の生物が出てくるんだ。面白そう。聞きたい聞きたい。本当にいるヤバい見た目の生き物4選、2つの不気味な目玉。雰囲気がめちゃくちゃ怖いんだぜ。お化け出てきそうだけど、一応階段だからね、雰囲気作りは大事かなって。それじゃあ話すよ。ある女の子がお父さんとお母さんと一緒に海に潮干狩りに出かけました。あまりにアサリがたくさん取れるので女の子は潮干狩りに夢中になりました。しかしふと気がつくと周りには誰もいません。お父さん、お母さん、みんなどこに行っちゃったの？いつの間にか波の音も消え、シーンと静まり返った砂浜。一人ぼっちの女の子は背中に不気味な視線を感じます。おいおい、やめてくれよ。恐る恐る振り返ってみると、そこにはギョロッとした目玉が2つ。いやー、出たー。そんなに驚かなくても。これは雲がいっていう回で、宇宙人みたいに目玉が2つ飛び出しているんだ。こんな不気味な貝が本当にいるのか？うん、日本にもいるよ。そうなの？貝殻に7本の細長い突起があって、雲が足を広げた姿に似ていることから雲がいっていう名前がついたんだけど、このギョロッとした2つの目玉が不気味で SNS で話題になったんだ。漫画にも出てきそう。どう？少しは涼しくなった？ゾクッとしたけど、まだ暑い。昆虫界のキメラ。それじゃあ次の階段行くよ。ごくり。やけに蒸し暑いある夏の夜、男の子がお父さんと一緒にクワガタを探しに出かけました。男の子はクワガタを見つけたい一心で、少し不気味な暗い森を懐中電灯だけを頼りに奥へ奥へと進んでいきました。おい、大丈夫なのか？どのくらい進んだことでしょう。男の子は一本の木の前でふと立ち止まりました。その木には不気味な穴が一つ、そこからクワガタの頭が出ていることに気づきました。おお、よかったね。男の子はそーっと近づいて恐る恐る手を入れ、やった、捕まえたぞ。しかし男の子が捕まえたのは、頭はクワガタ、体はトンボの生き物だったのです。何この生き物？これはヘビトンボっていう水生昆虫だよ。ヘビなの？クワガタじゃないの？大きな顎で噛みつくのがヘビみたいだってことで名付けられたんだって。ちなみに羽を広げた長さが21センチにもなるヘビトンボが中国で見つかったこともあるんだよ。でかすぎだろ。こんなヤバい生き物がいたなんて。どう？少しは涼しくなった？いや、まだ暑い。呪いを背負う黒い影。それじゃあ次の階段ね。次の階段はどんな生き物が出てくるんだろうな。ごくり。小さな公園の砂場で男の子がたった一人で遊んでいた時のことです。男の子が何気なく足元を見ると、一匹のアリがいました。そのアリはなぜかじーっと動きません。どうしたんだろうね。男の子は落ちていた棒でツンツンとつついてみましたが、アリはピクリともしません。そう、アリは死んでいたのです。しかも死んでいるアリはその一匹だけではありませんでした。周りを見渡すと大量のアリが死んでいたのです。マジかよ。こんなにたくさんのアリがいっぺんに死ぬなんておかしい。そう考えた男の子は犯人を探そうと辺りを見回すと、そこには大量のアリの死体を背負った生き物が現れたのです。犯人だ。犯人はサシガメっていう2センチくらいの虫だよ。アリのエキスを吸い尽くした後に自分の背中に死体を積み上げるんだ。死体を背中に？どうしてそんなこと？自分の体を大きく見せて天敵から身を守るためだよ。どう？そろそろ涼しくなった？さっきよりは少し涼しくなった気がするけど。まだ暑いんだぜ。背中の巨大な脳みそ、これが最後だよ。最後はどんな生き物が出てくるんだろう。見渡す限り田んぼが広がるのどかな村に一人の女の子が住んでいました。ある日女の子が田んぼを眺めてぼーっとしていると、風に揺れる稲穂に小さな虫がついていることに気がつきました。その虫をよーく見てみると、背中に脳みそのような不気味なものを溜め込んだ虫だったのです。気持ち悪い。これはイネドロオイムシっていう虫だよ。この背中の気持ち悪いのは何なんだ？これは全部自分のうんちだよ。なんだって？どうしてそんなこと？
はっきりとした理由はわからないんだけど、一説では暑さ対策のためにひんやりしたうんちを背中に乗せているんじゃないかと言われているよ。うんちで暑さ対策？そしてどう？涼しくなった？全然。最後の話でびっくりして汗びっしょりなんだぜ。そっか、まあ階段だけじゃこの暑さはどうにもならないよね。あ、そうだ、僕いいこと思いついた。いいこと？って、まさか。背中にうんちを乗せれば今すぐ涼しくできるんだよ。やっぱり、そんなおバカなことは絶対やめて。ペケッツ、ナイスアイデアなんだぜ。うんちまで、もう暑さで二人ともおかしくなっちゃってるよ。よっしゃペケッツ、せーので出すぞ。なんじゃ。いや、だからダメダメダメ、絶対やめて。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけ。